動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。デジモンアドベンチャーアノードテイマーやっていきましょう。さあ、続きからですね。初めからにいつも矢印が当たってて、いつも押しそう、そのまま押しそうになる。さあ、こっちをクリアしたので、今度は、右側ですね。あ、右側もクリアしてましたね。ということは上ですね。ということは今回でバンデモンと対決ですかね。よし、ダンジョンに入るぞ。OK、行きましょう。で、これ、あ、気がついたんですけど、前回気がついたんですけど、まだちょっと調べてないんですけど、もしかしたらですね、これ進化、キャラクターをレベル、戦わせて、レベルアップ進化じゃなくて、もう、進化体のキャラクターを選ぶとか、いう感じなんですかね。今更な話なんですかね。とりあえずデビドラモンでしょ。テントモン、ウィザーモン、そうか、ウィザーモン取るな。で、クワガーモンと、あーどうしようかな、やっぱテントモンは主力だからな。レベルの概念がない。俺それ後から気づいたんだよね。イカですね。となるとですよ。あ、うんち肉。ま、となるとですよね。基本的に空飛べるやつがこれ、一番強いっていうことになりますよね。虫系、海系だもんな、これ。陸系じゃないもんな。どうしよっか。いや、とりあえず、お肉を。あー、みんな肉。肉はなんだっけ？ナイスナイス。特に、あれはないな。知らない。ウォーグレイモンで。一発ウォーグレイモン撃っときますか。一発ウォーグレイモン撃っておくっていうその言葉はなんだ？どういう言葉なんだ？やっぱりあんま効きが悪いって。ああ、こっち来てる。あれ？なんかステータス？あ、違うな。そっか。レベル上げて戦わせるあれじゃないんだよね。じゃあテントもおとりにしてこっちに。ベビードラモンなんかあるかな？メタルマンでもいいか。みんな肉しかないから、そこで、あれ使うわけにはいかないしな。俺ずっと使い切ってたら、使い続けてたら、進化できる、そういうのがあると思ってたんで、テントモンはもうテントモンでしかないっていうことに気づいてしまったら、さあどうしたもんかっていう話ですよね。
進化要素も進化アイテムもないわけですよ。いいですね。調子がいいですよ、これ。さあ、お肉を食っていない、お腹ペコペコなデビドラモン。さあ、そこに美味しいイカ焼きがあるよ、つって。イカでも食ってなさい。無理か。おうちゃん。クワガモンは、バージョン2ではなかったな。バージョン3か？いや、バージョン3。ペンデュラムまでは行ってないとは思うんだけど。この頃まだペンデュラムは、どうだったっけな。微妙だな。3残る。嫌な残り方。動かない。さあ、これでゲソモンを倒しました。いやー、やっぱ空飛ぶやつはスムーズだね。そうだよな、経験値っていうものがないよね。正体を組んでそのまま突撃だもんな。お、陸系だ。やったぜ、陸系だぜ。これでテントモンの力が発揮できるぞ、って。こう、いかに強力なバリアブル技を、強力なバリアブル技を覚えさせられるかが勝負になるよな。8残る。それでも8残るのか。ミツバチハッチってやつかい？ミツバチでもなんでもないけど。いやー、地上波の諸君は残念だなーって。で、ここまで寄せて。メラモンってさ、メラモンって水の中入れちゃダメなのか、ダメなんじゃないのかな。ニカってしたね。ああいう細かいやつもあったのか。ニカって笑顔を作って倒されるっていうニョキモン。なんか人生楽しんでるっていう、楽しんでるぜっていう感じがするわ。ああ。メラモンを、ね、ここまでおびき寄せたいね。この先進めていくには、やっぱり強力なデジモンを従えなければいけないわけで、となると、テントモンがもうこの状態で進化しないということが発覚したのであれば、テントモンを外さなければいけない。それは、俺にとっては苦しい。せっかくこの、テントモンという、ね、主力を見つけたのに、悲しい。他二人がね、他二人が腹減ってないからね。ちょっと、で、メラモン待ちですね。さあ、メラモン。水の中に入るとメラモンどうなるんでしょうね。能力半減するの。入ったね。お前の苦手なフィールドだぞ。あんまり。
フィールド特性もあんまり、効果を感じないな。なんだっけ、デジモンサバイブの、あれ、話したっけ？まだしてないと思うな。デジモンサバイブはまだ購入してないんですが、何？ 7 月の終わりにあったデジモンミュージアム。あれに行った時に体験会があったので、体験会で体験コーナーがあったので、そこで、めっちゃエゴやん。そこでプレイしてきたんですよ。そしたら戦闘がシュミレーション。あれだ、シミュレーションだったので、まあ、見た感じこの、アノードテイマー、仮想テイマーの、進化版っていう感じでしたね。あれは高低差とか、フィールドの状態とか、あと、細かいところに、デジモンの待機の時の向きの、あれとかも、考慮して戦略に組み込まなければいけないっていうのもありましたから、なかなかちょっと考えさせられる、戦略に考えさせられるゲームだなぁとは思いましたね。進化とか、あとはテイマー同士の会話でも能力値が変化するとかね。今体力大丈夫。テントもまだ十分元気。デビルアモンは90か。デビルアモンちょっとまずいな。もうガンガンに攻めていけるね。避けられる。なんだっけな、デジモンサバイブ、あとはあれかな、情報を見た限りでは、会話文とかでも、なんだっけ、ストーリーの、会話でも、進化の、進化の選択を促す、感じでしたね。固定進化ではない、みたいで、パートナーデジモンでも、固定した進化ではないみたいで、その会話とか戦闘状態によって、進化系統、進化が変、選べるっていう感じでした。感じの話でしたかな。攻撃力上げられちゃったぜ。まあ何にせよ、デジモンサバイブやるかどうかって聞かれたら、どうかなっていう。なんせ、このワンダースワンのデジモンシリーズをとりあえず全部やろうかなって思ってるんで、結構時間かかりますよ。マッシュも抜けてきたな。じゃあ、ここで迎え撃とうか。ガーモン。へい、ちょろいぜ。ちょろもんだけにちょろいぜ。どうしよっか。テントも、こっちに行って、マッシュモンがそのまままっすぐ来てくれるからな。そっちか。おー。そろそろやばいっすね、これは。じゃあ、アイテムで。肉多い。肉めっちゃ多い。あ、ハイフロップやった。あんだけ多いんだったら、一個だけ使っても大丈夫だよね。テントモンの時に使うか。
だんだんプレイしてきるとね、自分の方にこのゲーム機を寄せてしまうっていう特性がね。なので画面がちょっとずれ、ちょっとずつずれ始めるっていう、ね。最初の頃に話したけど、一応画面取り、画面をきれいに取り込む方法はあるんですけども、なんつうか、ね、お金と技術がね、ちょっとかかったりするんで、簡単にはできないんですよね、ワンダースワン。しかもカラー、ワンダースワンカラーとかそういうのを、犠牲にするとかじゃなくて、スワンクリスタルでしかそれできないみたいなんで、もう入手が困難なこのスワンクリスタルを犠牲にするわけにはいかないなっていう感じで、今このビデオカメラでの直接のね、直撮りをやっておりますんでね。まあちょっと多少の見づらさとか、そこら辺はちょっと我慢していただきたいなっていう。まあでも実際はね、そういう取り込みでもいいんだけど、実機でやった方がね、このプレイしてる感は伝わってくるとは思うんですけども。何の話をしてるのか。どうしよっかな。このまま先を進むには、テントもない。いろんなキャラクターを使ってバリアブル技を、出していかなきゃいけないっていうのがね。ああ、クワガーモン60。おー、危ねえ。本当にこれ、レベルアップ進化とかそういうのないのかな？アノードテイマー、仮想のテイマーの後かな。勝ちました。ゲットなし。悲しい。ゲットなし。悲しい。俺、悲しい。あ、相手なんだよ。ああ、もう。地上、お、トイアグモンですね。あとでデビドラモンで、アイテムで、技使えるようにしよっか。また、ちょろそうなちょろもんが。あ、ちゃ、危ねえ、ハイフロッピー使いよった。あーぶねー。全然回復とか、あれなのに。じゃあ、一発、グレイモン。あー、しまった。足りない。何をやっているんだ。じゃあ、トイヤグモンを相手してもらおうか。チョロモン！お前来んのか、チョロモン。まあ、倒せないことはないからね。あの、兜のやつなんだっけ？こいつあれですよね。あいつに進化するんですよね。ガブモン。あ、こいつガブモンだったっけ？違うな。あー、そうだ、クワガーモンやばかったんだ。クワガーモンやばいって言っておきながらバトルをする。
でもまあ、トイヤクモは届くわけじゃないか。カプリモ。カプリコ。ジャイアントカプリコ、まだ売ってるかな。あ、そんな防御体制なの？トイヤグモン、そんな防御体制なの？もう完全に形変わっちゃってんだけど。びっくりした。初めてトイヤグモンが、その、何？トイという名を、持っている、決定的瞬間を見てしまった。トイヤグモン、なんか数体集まったら合体して、ね。何？グレイトイヤグモンとかになりそうなんだけどね。そういうのまだあったっけ？確かこの時トイヤグモンの進化系統って、正式な進化系統ってタンクモンあたりだったと思うんだよな。今どうなんだろうな。変わってんのかな。そのトイヤグモンのこのトイ感を、保ちつつ進化した形態っていうのはあるのかな。それこそブロックグレイモンとかね。でもそれ言うとさ、シャウトモン、クロスフォーとかさ、トイヤグモンの系統、進化系統のうちに入ってそうな姿はしてるよね。あれ結構四角いし、でも合体デジモンですね、あれ。ね。公開当初はなんかオメガモンのパチモンみたいってめっちゃ言われてたけどね。でも、俺は好きだぜ。シャウトモンクロスフォーは好きだぜ。なんだったら、シャウトモン、単体進化よりも、そのクロス合体の方が俺は好きだぜ。あれ、シャウトモンクロス、最大クロス何歩まで行ったんだっけ？でも結構行ったよな。最終回あたりのその、シャウトモンの、クロス形態は、ね、挿入歌と合わせてめっちゃかっこよかったからね。ただ、残念なのが、シャウトモンの進化系統が、オメガシャウトモンの、が、まあ、ちょっと、なんていうか、シンプルすぎたかなとは思うんですけど。動きにくそうだなっていう感想はあったね。動きにくそうで、ちょっとシンプルで、で、カラーリングが、あれ全身金なんですけども、ちょっと俺は、あっちよりかはやっぱり、シャウトモンクロス4の方がいいかなって、思いましたね。あれを当時見て。ああ、そういう進化しちゃうんだっていう。進化系統そうなんだって。まあ今までの、それまでのデジモンの、進化系統がね、直接的な進化系統が結構鎧っぽかったり、かっこよかった分、シャウトモンはなんか、ちょっとシンプルすぎたかなっていう印象がちょっと強かったですからね。
その後の、アプリモンスターズのガッチモン、ね、進化系統はグローブも。グローブってボクシンググローブじゃなくてグローバルなグローブの方。あっちの、グローブも。あれは、まあなかなかかっこよかったですね。で、最終系統、あれ究極体になるのかな？究極体扱いになるのかな？紙アプリのデジモン。多分究極体扱いにはなると思うんですけども。ガイアも。ね。あれ、あれはどうかな？あれはなんかかっこいいとかそういうあたりの感想ではない、系統ではない感じはしますかね。だからかっこ悪いとかダサいとかそういうわけではないんですよ。なんだろうな。なんだろうな。ふっ、この程度で勝ったと思われては困るな。お前たちの首をミレニアモン様への手土産にさせてもらおう。お、来たね。来るがいい。力の違いを見せてくれよ。ボス戦だーい。わー、あんまり、あ、え、結構減ってるな。とりあえず、ハイフロッピーで、回復、そこそこ回復させます。ちょっともったいないけど。あー、移動力がすごい高い。これは、あいつ、飛んでるよね。飛んでるから意味ないな。じゃあ正面で迎え撃とうか。で、クワガーモンとテントモンで挟み込む。来た！さあ、完全体の攻撃です。見ましたか？一気に100減りましたよ。嘘でしょ？これも次でやられるよ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。もうないっすね。あ、リカバリーしかないじゃん。ハイプラグイン、このうちに使っとかないと。これは、地上系じゃないしな。でも出し惜しみはなしだよ。まだ二人控えてるもんね。あんまり減ってない。40か。だいたい40ぐらいは減らせるっていうことか。さあ、デビドラモン。耐えられるか？耐えた。まだいけるね、デビドラモン。メタルマメモンしかないのか。いいぞ、いいぞ、メタルマメ、あ、メタル、違うじゃん。デビドラモン。デビドラモン！デビドラモン！これどうなんだろうな。バンデモン仲間できるかな？できないか？やっぱボスだもんね。前試したっけな？
よし、これで、あと少し。テントモンはひたすらウォーグレイモンで。あー、しまった。デビドラモン回復、復活させるの忘れてる。23。あ、いいか。バンデモン倒した後でいいか。あー、クワガモン。まだ耐えた。さあ、クワガモンの反撃。ここでバンデモンを仕留められる。仕留められるじゃねえ。仕留められず。ね、さあ、コクワモンがアタックを仕掛けてきたぞ。避けた。これは厳しい。とりあえずバンデモンは沈めなければいけない、このターンで。避けられた。おお、まだ耐える。まだ耐えるが、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 これはもう、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 これはもう。あ、いや、ちょっと待って。バリアブルは使えるか？使えない！助けて！助けて、デビドラモン！そこ！遠い、復活が遠い。あー、クワガーモンよ、さらば。さらば、クワガーモン。赤月ニシス。これは追い込まれてるぞ。ダメだ、メタルマメモンじゃダメだな。いや、違う。バリアブルじゃない。ここでリカバリー。顎、お前の顎の力を見せてやれ。ここでコクワモンを仕留める。スピーカー塞いじゃった。コクワモンを撃破した。さあ、テントモン、バンデモンは残り10。クワガーモン10。びっくり、10しか回復してない。これは、避けられた！あー、52！さあ、バンデモンの攻撃。ナイトレイドが炸裂する！残念、テントモン倒されてしまった。デビド、20。やべえ、20。20。思ったよりきつい。回復アイテムもない。リカバリーだけが心の支え。テントモン復活。さあ、クワガーモン、ここで決めてくれ。ここまで決めてくれないと、君がここで決めてくれないと。やりました！バンデモンを倒しました！これで、あとは、クロックモンのみ。さあ、これをどうするかというとですね、ここでデジバイスですね。ずるい。これはずるい。でも勝利は勝利だ。やったぜ。ネオフロッピー。やったぜ。おお、ヤマト、ジョー、ヒカリ。ありがとう、リョウ。君のおかげで助かったよ。
ひー、もうダメかと思ったよ。ガブモン、ゴマモン、テイルモン、みんな一緒に戦ってくれるんだね。当然さ、任せておけよ。お願い、リョウさん、お兄ちゃんを助けて。大丈夫さ、オイラたちがついてるよ。そうか、大地が残ってるな、まだ。おー、ということは次の大地でどうなのかな。な、なな、な、ヴァンデモン様が敗れた？ちくしょう、ピエモン様、あいつらをギッタンギッタンにしてやってください。小物館全体、ヴァンデモンの魔力が切れ、先に進めるようになった。やったぜ、これでまた少し平和が戻ってきたな。さあ行くがいい、次なる戦場がお主を待っているぞ。というわけで残すところあと大地だけになりましたね。はい、散策の方は次回に回したいと思います。それでは今回はこの辺で、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。あ、セーブしないと。セーブしたよ、りょう。ゲームをやめる場合は電源を切ってね。